建物の中や屋根の上に取り残された人を迅速に救出します。倉敷市消防局など高梁川流域の6つの消防本部から24人が参加した訓練は、浸水で被災した建物に人が取り残された想定で行われました。隊員たちは建物に見立てた目標物に救助用ゴムボートで近づいた後、屋根の上などで助けを求めている人を救出しました。訓練は5年前の西日本豪雨を教訓に、水害への対応能力の向上や各消防機関の連携強化を目的に行われました。実際の災害というのは全く同じ想定はまずございません。応用をいち早く聞かせてですね、円滑に迅速確実に安全に救出できるようになることを祈っております。主催した倉敷市消防局は、今後警察や海上保安庁、自衛隊など他の機関とも訓練を重ね、救出技術の向上や連携強化を図っていきたいとしています。